2004年から2005年の NHL ロックアウトとは、2004年9月16日から、翌2005年7月13日にかけて、アイスホッケーの最高ホリーグである NHL で、経営者側によって実施されたロックアウトである。ロックアウトは310日間続き、1994年から1995年の MLB ストライキとともに、 北米4大プロスポーツリーグ史上最悪として挙げられる労働葬儀となった。2005年2月16日に予定されていたスタンレーカップ決勝戦が88シーズン目にして初めて中止されただけにとどまらず北米4大プロスポーツリーグでは史上初めてシーズンの公式戦の全試合が中止される事態となった。2004から2005シーズンに予定されていた前線230試合が 中止となった。労使間で行われていた交渉は2005年7月13日に強引に達し、NHL の経営者側と選手会側の両方が新労働協約を批准した9日後の7月22日にロックアウトが正式に終了した。在任中に3度のロックアウトを断行したギャリー・ベットマンコミッショナー2004から2005年シーズン用の スタンレーカップ国位に NHL の労働協約は2004年9月15日に執行するために新協約を締結するための労使間交渉が行われた。経営者側はリーグ全体の収益の76%を占める選手人権費を抑制しようと企み、選手の年俸に上限を定めて例外規定を一切設けないサラリーキャップ制度の導入などを提示した。選手会側は サラリーキャップの額を算出する元となる公表されているリーグ総収入の信憑性に疑問を抱いておりサラリーキャップの導入を拒否した。協約の執行が近づき選手会側はサラリーキャップの代わりとして課長金制度の導入赤字チームへの利益再分配選手年報の一律5%カットなどの4項目を逆提案した。ギャリーベットマンコミッショナーは 同じ言語で話しているとは思えないと述べて、選手会側の要求を受け入れず、執行当日の9月15日に、会場や練習場などの各施設を封鎖する、ロックアウトへの突入を発表した。翌16日に経営者側はロックアウトを決行した。2004から2005シーズンの開幕が10月13日に予定されていたが、この日が過ぎても解決しなかった。11月3日には、 ベットマンコミッショナーが翌2005年2月にアトランタで開催される予定だった第55回 NHL オールスターゲームの中止を発表した。12月9日に選手会側がサラリーキャップを導入せずに選手年俸の24%カットすることを提案したが14日に経営者側はサラリーキャップを導入した上で選手年俸の24%カットを主張した。 2005年2月9日にベットマンコミッショナーは今週中に合意されない場合はシーズンを中止するとの声明を発表。13日にアメリカ合衆国大統領直属の独立行政機関であるアメリカ連邦調停局が労使双方に会議を呼びかけた。選手会側は南下してサラリーキャップの導入を認め、14日に上限を5200万ドルとする。 サラリーキャップを提案したが、翌15日に経営者側は4250万ドルを上限とするサラリーキャップを主張しており、溝は埋まらなかった。16日にベッドマンコミッショナーはついに、北米4大プロスポーツリーグ史上初となるシーズン、全試合の中止を決定した。スタンデーカップも中止となったため、2004から05シーズンノットプレードの刻印が刻まれている。 7月13日に、労使双方が新労働協約の締結について、基本合意に達したと発表した。21日に、選手会はメンバーの87%が賛成投票と協約を批准した。オーナーも、翌22日に、全会一致で協約を承認し、正式に310日間のロックアウトを終了させた。2005年7月22日に、 労使双方が批准を終えた新たな労働協約では、ロックアウトの原因となった例外規定なしのサラリーキャップ制度が導入され、選手会側が大幅に譲歩したものとなった。合意内容の大枠は以下の通り、カナダのイプソスリード社の世論調査によると、ロックアウトの開始前後では回答者の21%が NHL のオーナーに52%が、 NHL の選手に非があるとしていたことが分かった。経営者側がレオフを行ったために2004から2005年シーズンは60%近くを占める388人の NHL 選手がロシアの KHL など欧州のホッケーリーグでプレーした。ありがとうございます。